久しぶり母校の廃校が決まり10年ぶりに再会した放送クラブの3人人って変わるんだね「タイムカプセル」なんてどこに隠したっけせーのじゃんじゃと大人なんだからさちゃんとした仕事した方がいいと思う何それどういう意味 周りは結婚したり別の仕事始めてる人も多くてこのままでいいなんて思ってないし給はもっとあげろ「これはね「大人の秘密クラブ」なの楽しそうあの子迫力ないね誰が連れてきたのかな何あれ勝手に男入れる <laughs> ちょっと悩んでることがあって月曜が憂鬱なあなたに送る「ガールズムービー」「次の週末」篠城で篠の目の空見ない シノノメイの色週末いやもう本当にあのもうすでに何回か上演を見てくださっているお客様もいらっしゃるんですけど改めて今日から全国公開っていうことでもう一段こう緊張のレベルが上がるというかあのすごい何とも言えない高揚感に包まれてるんですけれどもここからいろんな人に広まっていったらいいなっていう気持ちですね。 ここからいろんんな反響も届くんでしょうねそうですねそれもすごい楽しみだなあと思いますね。あのー、その作品自体が10年以来の,その友達って青春を共にした友達とまた会うっていうことなのでなんかベースがやっぱ仲良くないと。 ダメだなっっていうののがあったのでだけどこうやって密に一緒にお仕事するのが初めてだったから大丈夫かなっていう風に思ってたんですけど本当なんか知らない間になんか仲良くなってうーんなんかなんだろうこの空気はみたいなすごい勝手に仲良くなっていったのがすごい良かったなって思うしいかちゃんもそれこそ初主演だからあの。 多分いろんなプレッシャーもきっとあったと思うしなのになんかごめんなんか今うっときてしまった <laughs> すいませんそうけどやっぱすごい気さくにこう話してくれてあの多分そんなに意識はしてなかったと思うけどなんか引っ張ってくれる感じがやっぱあったんですよね、うん、なのでなんかそれはなんかあーリーダーだったからなのかなっていうなんか経験が。 なんか勝手にこうやって出てきてるのかなみたいなのがすごいあって、うん、初主演っていうところで一緒にこうやって仲良くできてお仕事できてすごい良かったなって思いますあ年かなすごい泣きそうになってるそう良かったなって本当うんさ出会えて良かったなって思いますみんなにいやいやあの本当にプレッシャーとか感じずに できたんでですよでも今こうやってあのその時に思ってたこととか初めて今聞いてミトちゃんの口からだからきっと私がこう気負わないように無意識のうちにみんな支えてくれてたんだなと思ってだからこんなに楽しんで撮影できたんだなって今気づきましたすごい支えてもらいましたありがとうございます本当に私の中では 私の中ではというかイメージで桜井さんはなんか乃木坂の初代キャプテンっていうでも映画を通して私にとっては東雲のキャプテンっていうすごくなんか大切な存在になってその仲間に一緒に加われたことがすごく嬉しかったですキャプテン嬉しいですね東雲 <laughs> のキャプテン いいワードもらすごくなんて言うんですか空気感が本当によかったからそれこそ本当に女子校の,あの女子ならではの空気感その自然体な感じっていうのがすごく出てあのとても楽しかったんですけどあのやっぱり麗華ちゃんはあのやっぱりキャッキャこう女子校のこの雰囲気楽しくなっちゃう雰囲気っていうのはあったんですけど。 こう撮影になるとやっぱり集中してそこの場にいてくださるのでなんていうんですかねその作品の,その空気に引っ張っていってくださるというか落ち着きを取り戻せるというかあのそんな空気感があっていてくれるとすごくあの安心感がやっぱあったんです東雲ノノのキャプテンっていうのは本当にまさにそうだなって思ったんですけど。 あのとっても熱い心を持っていてあの勉強になるなっていうところがすごくありましたし、うん、なんかこの人生でもう初,め初めてというかもう1回しかないこの初主演っていうれいかちゃんの初主演のこの映画っていうあのものに携わることができてすごく私も光栄でした嬉しかったです。私にとってはも最最初でで後のの特別な作品ですしその作品品すしそを このメンバーで一緒にできたっていうことも本当に幸せだなって思うし、こんなに赤の他人である自分のことをこんなに支えようと一緒に歩もうとしてくれる人がいるんだっていうことが、もうほ、うん、本当に幸せ者だなって改めて <laughs> 今思いました。こんなお気持ちを今日ここで聞けると思ってなかったので、 ますますこれからね、今日から公開ですから、ちゃんと引っ張って、この作品が一人で歩んでいけるように、あのまだまだ頑張らなきゃなって思いました。